はい、学園です。よろしくお願いします。美しい文字の書き方、ひらがな、ね、あ。まず、あ書いていきます。柔らかく、二画目。で、上に上がる。ね、次に、ボールペン。書いていきます。柔らかく、くるように。ここで上に上がるね。もうほとんど上に上がる。で、説明します。まずね、一画目、少し右上がり。で、二画目、まっすぐ書かないようにだけ気をつけてください。膨らんで、同じ位置にね。左に膨らんで、同じ位置に戻ってくるように。で、右側。三画目ね。ここも膨らんでくる。縦に行ってしまうとどういうことになるかで、真ん中潰れてしまいますので、ここはね。この部分潰れてしまいますので、広く取れるように、この部分を広く取れるように、柔らかく切って、上に上がって、広く。この部分をね、交わって、少し左行ったらすぐ上がるように、ね、上に。広く、こっちが広くなってしまわないように。火をつけて。で、で、このね、あの、元の字が、あんね。ま、柔らかく、こんな形で、ね、元の字からなってますので、柔らかく、柔らかく、ひらがな、上に上がって、右側大きくなるように。では、あの説明終わります。